まずいろんな作品で大変活躍を見たら、ビジネスをされていた妖怪たちに向き合わせたというのは、そんなことは言うてもいいかと。しかも、学歴などはいろんな学校へ行ったとしか書いてない。つまり、鈴木さんにとっては、学校に行くとか行かないってことは大した問題ではなかったという。唯一、大した問題だったのは、戦争でやり手を。鈴木さんの一生は、これがまずスタートだと。私が、いろんな